もうやめようっていうことで本当のフリーキッカーを決めてもらいたいと思います。おーし、ま、うわー、うわー、これしちゃった、うわー、うわー、うわー、4本中4本決めたらキスしてもうていい。キスして、ウィナーズフリーキック対決。どうも、天気いい康二郎でおなじみの康二郎です。お姉じゃないです。よろしくお願いします。かわいい。今までなんとなくで蹴ってる人いましたよね。はい、いました。本当に確かにかっこいいし、点も取るし、キャプテンだし、フリーキックはやっぱチャンスだから決められるやつが決めた方がいい。そうだ、そうだ、そうだ。誰もファウルもらえないから一回マキがちょっと遠目から打っただけで。それではルール説明なんですけれども、ルール説明してくれよ。キーパーはジャイさんとアキノリ君で、壁もキーパーの方にセットしてもらって、じゃあ4本にしましょう。 2-2 で、はい、今日はですね、我らが監督那須監督もいらっしゃってるので、監督の目の前でやっぱ決めるっていうのはものすごいアピール。確かに、はい、監督その辺はあの考慮していただける。もちろん、そもそも俺も蹴るからそもそも俺は超えてもらわないと。あ、なるほど、なるほど。皆さん頑張っていきましょう。はい、それではみんなで行きまーす。シザーズ。順番なんですけれども、最初まず那須監督に蹴ってもらって、ある程度基準というのをね作ってもらってから、今回は逆背番号順なので、僕から先にやらせていただきます。それでは頑張っていきましょう。それでは最初は那須監督です。お願いします。大丈夫か。うわ基準基準。うまっ。うわうまっ。うわやばっ。うまっやねうますぎ。あいだあいだ。まあまあ、まあ、ちょっと待ってこれ緊張するわ。そもそもファークル奥行くやん、もううわえぐいえぐいえぐい。4球目いきます。高い。うわあ、すげえ。ナイス。一本。監督は一本です。こうしていきまーす。なんか滑ったみたいになってるよ。うわあ。いや、そこ狙った？狙ってます。狙ったところに蹴ったから入ったっすね。もろかったよ。いや、なんか残さねえで。で、なんもいいから。うわあ！すごい！うわあ！あるぞあるぞ！続いて、マスです。お願いします。左相手。よわー。左相手。よわー。壁ほんまに気合いだな。落とすね。あほー。めっちゃ悔しい。まっすーの4球目です。入る。ラッキー。いいぞ。まあ、2人目は翔平くんです。おお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 
うおぉーナイスケ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 ーさあ、4球目翔平くん、記録ゼロステージでした。次は拓也、はい、背番号18、拓也ももう企画で結構蹴ってますもんね。うまっ、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 こんな入る、うまっ、うわうまっ、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 かっこいい、ちょっと待って、あ、でも回転がやばい、あ、うまっ、うまっ、たくや選手4本目お願いします。うまい、うわー、惜しい、1本、マジでうまい。さあ、たくや君、記録1点です。やってしまってる。何点？今何点？4！ 有言実行しよう。お前やってるぞ、それは。エース歩夢から4点宣言が出ましたね。1本目お願いします。全然いける、全然いけるぞ。2本目、あれでも当たっとったら入る。うわー、4って4本外すの間違いさあ、歩夢くん3本目お願いします。うまっ、うわー、あれ、ケイゴくんの次だ。うわっ、うわー、はい、俺で一緒。ケイゴくん、記録0点です。一緒。続いてのチャレンジャーはタカくんです。一本目お願いします。うまい、うまい、最近、いや、うまい、二本目、うわー、うまー、うまー、うまい、なんでもできるやん、うまー、うわ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 ー、何でもできんかい。万能ゴリラかい。3本目お願いします。おお、ありそう。それではタカ君4本目お願いします。よっ、おお、タカ君の記録は1点です。半分ぐらいの人が蹴って、僕とマッスーの2が最高ですかね。それでは皆さん大注目、ウンパルンパの登場です。来た、大注目、大注目。それではウンパくん、1本目お願いします。え、うわー、やるやるやる、めっちゃ渋い顔してる。あるあるある、あいつあるな。うんぱるんぱ、2本目。それではうんぱ、3本目です。うんぱるんぱ、4本目お願いします。うんぱさんの結果、0点でした。0点です。0点です。はい、来た、ケイゴくん来ました。あー、来たよ、プレッシャーだよ。緊張してんちゃうの。いやー、大注目、大注目、皆さんお待たせしました。4じゃないとね、困るよ。ウィナーズキャプテン、現フリーキッカーのケイゴさんです。それでは1本目お願いします。うわー、うわー、うまー、はい、もうええよ、うまー、もうええよ。なんかちょっと壁に当たっちゃったねみたいな顔するのやめて。納得いってないけど言ってみたいな。さあ、ケイゴさん2球目です。うわー、うわー、落ちるな、落ちるな、落ちる。ケイゴくん3球目お願いします。うわー、
早く言うだろう。なんで今の稼働ちょっとみんな、ま、落ち着いて入ってないから入ってないから。確かに確かに確かに今出てんね。圭吾くん4球目お願いします。うわぁ第1位第1位第1位はい、キックアウト第1位はい、キックアウト残り1位。でも、全部えぐい全部えぐいから惜しかったです。いやー、やっぱ蹴り分けられますね、左右にすごいですね、レパートリー。さあ、続いてのキッカーはギシ君です。これあるよ。ギシ君の振り大丈夫、大丈夫、ギシ。君4本目お願いします。チェコがやったし嘘でしょ。すごい、ケイさんと一緒。すげえ、全部立て替えてる。キッさん結果1本です。1本です。すごい、素晴らしい、マジすごい。来た、注目の一発した。これって何、フリーキックで決めた方がかっこいい。そりゃそうですよ。これはもうこれ万が一4本中4本決めたらキスしてもうていい。キスしてよ。4本中4本決めたらフルでいったら、じゃあフルでキスしてもうていい。デート飛び越していける、うん、キスしてもうていい。4本いったら4本いったら1本目お願いします。ほら、うわー、終わりましたね、もう。だから言ったよ、そんな変な期待せよ。4目、お願いします。おー、惜しい。なんかさ、応援とかしてよ。頑張れ、頑張れ。うめちゃん4本目お願いします。うめちゃんの記録は0点です。それでは残すキッカーはあと2人、左利きのしげとしょうちゃんです。最初のキッカーはしげくんです。それではしげくん1本目お願いします。ちょっと力んでるんですかね、最初はね。怪我復帰したからで。2本目お願いします。うわぁ、球スピードやばい。大丈夫大丈夫、やばくないやばくない。ということで3本目。死んだわ、一人退場した。死んだわ、やるタイプ、脳震動ね。壁やるタイプね。ラストよ、しげ。しげ迷ってきてるね。ここは1本決めたいところだと思います。しげくん、4本目お願いします。これがあるのよ。これあるの、試合でゴールだ、ゴールです。ゴールだ、ゴールだ。それでは、しげくんの結果は一本目です。仕方ないです、今の。これがマジでいい位置にいる。マジでいい位置にいる。さあ、続いてのキッカーはしょうちゃんです。最後のキッカーになります。しょうちゃん、2球目お願いします。おぉ、うわぁ、あれ入らないんだ。それを蹴りたかった。それをきついな。それではしょうちゃん3球目
いや、うまい。うわー、惜しい。こっちの世界来てるね、どんどん。なあ、梅ちゃん、うん、こっちの世界来てる。ちょっとでも質が違うな。結局一緒やな。それでは翔ちゃん4球目です、お願いします。うわー、ナイス。いきなり引き、こっちの世界に。あ、こっちの、こっちの世界に。翔ちゃんの記録は0点です。いやー、悲しい。ゼロの世界に。悲しいな。2本ずつもう一回、俺が指名した人。ありがとうございます。救出ずっと見てたから。いやー、これはちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。最低でした。確かにね。もうキッカーの勝利。じゃあ、じゃあ普通に行くよ。うぇーうぇーマッスン。うぇーまあまあまあ。帰り終わった。よっしゃー。無理か。いやー、来た。あら、うめちゃん2周。うめちゃん、うめちゃん、もう一回。うめちゃん、うわー、よっしゃー。もう一回いける。4外せるから。俺は嘘でしょ。なんで勝ったか。俺はさ、今受けなかったの。俺はさ、あれなんだと。お願い、お願い、ゴール蹴りたい。ごめんなさい、ごめんなさい。この企画だけでいいから。ごめんなさい、俺、俺、俺、ごめんなさい、ごめんなさい。パットキックで、あの的に当てたいと思います。サドンデスは見てください。壁が本物の人間になりました。ここで、決着をつけたいと思います。コウジロウがどうしても蹴りたいって言ったんで、一本だけチャンスあげます。それではコウジロウさん、お願いします。ノーコメントです。ノーコメントです。たくやさん、1球目お願いします。うおー、惜しい。それでは2本目お願いします。うわー、惜しい。たくやさんの結果0点でした。次は我らの主将、ケイゴさんです。うまい。食べる間、はい、うまい。食べる間、食べる間。前にちょっとこう出ちゃった。言い訳してます。今今で割れた。関係ないから。最後だから。間は詰めて。それでは2本目お願いします。うわうわ。ケイゴさんの結果1本です。続いてマッスーさんです。1本目お願いします。バック。2本目お願いします。マスルさん0点です。続いてタカさんです。1本目お願いします。
シゲアルド。うまい。うわあ。落としきれないんだよな人が。2本目お願いします。うわあ。わかるわかる。高さの結果0点です。ラストギッシュ。ラストですね。ラストギッシュさんです。落としきれ落としきれや。人であの球種出れるか。一本目お願いします。うわあ、うわあ、うわあ。すごいな、どうやって蹴ってんだ。儀式ね。二本目お願いします。ラストの儀式は枠すごいよ。うわあ。可能性感じる。ナチュラルドライブだもんな。ナチュラルドライブ。うわあ！うわあ！結果0点です。ということで今回はケイゴさんです。はい、ということで、結果サドンデスで、ケイゴくんが1本決めたということでどうでしたか皆さん。微妙な結局やなって監督どうでした、やっぱり食べ置いて同じ球質蹴れるかを試したかった、はい、で同じ球質を蹴れなかった人はもうちょっとフリーキック蹴れなかったのでだから工事を最初蹴らしたのあっ分かったっす分かったっす壁頑張りますそうそうそうジャイさんキーパーから見てて嫌だなっていうフリーキックがいましたね。そうっすね、やっぱねサッカー系 YouTuber だけあってみんな相当蹴り込んでるんで、確かにみんなうまいなっていうのが、はい、ありますね。アイちゃんから見てやっぱこの人蹴ってもらいたいみたいなのってやっぱありました。結果的に見たらケイゴさんですか。結果が全てなんでサッカーなんで。第1回は皆さんケイゴくんに任せるっていうのは満場一致でよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます今後のウィナーズのフリーキッカーに注目してほしいと思います。ここで僕から言ってお願いがあります。ウィナーズは2022年に登録者100万人を目指して活動していきたいと思います。これは一人でも多くの方に応援してほしいというのと動画を見てほしいという思いがありますので、ぜひまだ登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。あざすのリーダーだったら俺が一番強いんじゃーい。ということでですね、普段僕ベンチで、あまりね出番がないわけなんですけど、そんなね僕のためにねこういうコーナーを作ってくれたというわけです。ありがとうございます。今日のターゲットは、フォワードのタカ。このタカをね、ゲームでボコボコにしていくぜ。ボコしかしたら。それじゃあやっていくぜ。キックオン。打つよそれ。お待てって打つよ、うん、おい充電 20% って言ったぞ今。操作できんかった。充電しとけ。すみません。はい、スルーパス。はい。入んないよね。焦ってるね。はい。俺は焦ってねえし。話すと支配率、支配率 56%、 44%。はい、そういうことです。あと弱いやつが言うセリフね。だが私のこのキックオフの流れは誰も止められないので R。 打つで打つでレバンドスケー。オッケーで、あ、ハンでいい、それでいい、ハンでいってんの、うん、大丈夫、うん、オッケーオッケー、シャー、レバンドスケー、はい、オッケー、はい、大丈夫大丈夫、はい、横パスでしょ、うん、はい、はい、こっちですこっちなんですよ。だるい、こう残念でした。だり横回ってんだけど。俯瞰で見れるタイプだ。そうそうそう。上からはすごいんだ。そうそう。上からはすごいの。上からは、上からもっとけよ。さて入れて。前向かさなきゃ、前向かさなきゃ。ここ後ろ、はい。ぶつけ、ここ、はい。そういうことで落とす。で、あ、シュート、そう、え、ファール、ファール、あ、ファールじゃないと止められない。見て、リプレイ見て、ファールだ。触れてあるだけじゃね、ファールだ。決めれんの、
後半80分絶好の位置。よしよしよし、これじゃあダメだよね。ああ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 あ、終わり、終わりです。これが本番です。一回スタッツ見よう、支配率48-52、枠内シュート4-6、うん、データでも負けてますね。あ、物語んのよ試合は、データがね。あ、でも、すごい、すごかった、すごかった。もうちょっとね、落ち着いてね、パス回せればね、うん、いいよ、勝てる勝てる。やがしは！Amigo.